ラストパスだったり点に関わるっていうのは、まあ、増やしていきたいですし、まあ、あとはサポーターの皆さんが楽しんでくれるような、あって驚くようなプレーを見ていただけたらいいかなと思います。まあ、受けてしんどい人にあんまり出したくないというか、申し訳ないんでやっぱ次で取られちゃうと、そこは考えてやってますけど、角度をついてる人の方が多分使いますね。正面よりは、まあ、目線もずらしてその人がフリーになれるように、まあ、空いてるスペースとかも見えてるんで、今はそこにしっかり走っていけてますし、見て周りの人を助けれたらいいかなって思ってます。まあ、フィールド全体のなんすかね、中継役みたいに慣れてるのかな。苦しかったら助けてあげるような選手に、まあ、今はできてますし、見えてないところも後ろから声かけてポジショニングとかも修正してくれるんで、まあ、それはすごい僕が助けられてるところなので、まあ、あと自分はそんな一人でなんとかできるタイプじゃないんで、まあ、周りの人とコミュニケーション取りながら動き合わせながらやっていけば、まあ、崩れると思うんで、そこはまあこれからどんどん高めていければいいかなと思います。まあ、2年もレンタル出てて、まあ、結果っていう部分ではそんなに目に見える結果はなかったので、そんな期待もしてないと思いますけど、まあでもそれでもその期待をいい意味で裏切れるように、まあ、1年間通して試合に出続けて、もっともっと成長して上を目指せるように頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします。